高橋由一チャンネル。LINE ヤフーの情報漏洩44万件っていうのは大ニュースでありましたけれども、これはまあ私は思わず X のポストで、はい、またですかって書いてしまったんだけどね。そうですよね。まあこの番組の人だと私が LINE をやってないのはよくご存知だと思うんだけど、はい、LINE って抜けるからやらないって何回も言ってたんだけど、はい、はい、やっぱり今回前だったですよね、うん、あの韓国の IT 大手のネイバーってところから抜けちゃったですね、44万件もね、はい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 、まあ LINE を使ってる人9000万人以上いるらしいから、うん、その中から比べればちょっとかもしれないけどね、すごい量ですね、うん、そうですね。で、もともとこれは LINE と Yahoo が合併するって時もちょっと、はい、あのここの下に金融機関がたくさんくっついててね、はい、あの親会社の方の情報が緩いから危ないっすよと、うん、確かこの番組で言ったと思うし、はい、LINE の、あのいかがしさっていうかね、はい、それがもう韓国の方とあのいろんなもの使ってるからね、全部抜けるでしょうと言ったのはずっと前にも言ってましたよね。でもそれ 何回もやっぱ同じように抜けるんですね、これね。まあそうなんですね。なんでしょう、ダメですね。だから、今年の8月もさ、その合併のちょっと前に、はい、総務省から行政指導を受けてたんだけど、はいはいはい、その行政指導何だったんですかね。そうですね。それでまた今回でしょ、もうそれもなんか8月の後に11月でしょ、はい、なんかもうすごいじゃない、1年に2回もあるっていうのはちょっと信じがたいですけどね。そうそう、これはもうだから LINE やFooも両方ともダメな企業なんで情報に関しては。なるほど。でもあれなんでしょう、一般的にだから私は LINE 使ってないっていうと結構驚かれるんだけど、はい、まあ、あの9000万人も使ってるってことはほとんどの人が使ってるってことなんでしょ。はい、はい、そうですね。で、なんか聞くところによると、業務で使ってるっていうふうに聞くんだけど、はいはい、使ってます、ね、本当なんですかね。使ってます、ね、信じられないですね。こんなの業務で使ってるってことはね、もうズブズブのあれじゃない、あのモレモレのね、はい、情報モレモレだからね、企業としてはちょっと手をなさないんじゃないかな、うん、というふうに思うんだけど、そういうこと言ってたら実は政府も使ってたと。そうですね。で、政府も使ってて、何ですか、あのコロナの時に保健所も使ってたとかいう話を聞いたんですけど、はい、これ本当なんですかねと私なんか思わず思ってるんですけどね、はい、これ本当なんですか。あの僕のところにはあの LINE で報告してくださいって来ました。ちょっとやめてくださいよね、そういうのね、はい、これ大体こんな LINE ぐらいのこんな簡単なアプリなんだから、うん、政府がもうちゃんと作ってあげたら、こんなの簡単なアプリですよ。でもなんか一回作って失敗しましたよね、あの保険、うん、だってこんなのさ、まあ、なんていうの、そのデジタル庁なんてさ、はい、いるんだからこのくらい簡単にできるでしょうに、うん、基本的には韓国の方と、はい、あのがね、ベースになってるアプリだから、まあ、抜けやすいんだよね、はいはいはい、そうですね、うん、だからそれ全部抜かれて、それで韓国で抜かれたらね、中国も抜いてますからね、はいはい、そんなんでいいんですかね、うん、ちょっと信じがたいですね。この、なんかこのみんなが LINE を使うとか、あと政府も推奨してるとかね。はい、私のあのセキュリティ感覚から思ったらもうとてもじゃないけど、信じがたいっていう世界ですね。でこの際なんじゃないですか、うん、デジタル庁がなんかでね、はい、あの、日本政府たちのね、はい、やつ作ったらいいじゃない。普及しなさそうなんですよね、もうこうなっちゃうと。でもこんなにひどいのになんでみんな使ってんの抜けて。私嫌ですね、そんなの抜けるのはね。それは、それをもうごと買い取っちゃうみたいなことはどうなんですか、対象としては。買い取ったって、やっぱり中になんかいろいろとなんか仕組まれてるものがあったりしてね。バックドアみたいなやつですか。そうそう、スクラッチっていうかね、新しくね、作り直したらいいと思いますよ、はい、ほんなら。それほど難しい、すんげえ高度なアプリなわけじゃないし、このくらいは。うん、なんか向かいできないの私、ちょっと正直、不思議でしょうがないですね。はい。まあ、あとあれだよね、最近またセキュリティの感覚でびっくりしたのは、はい、東京都のパスポートセンターで、はい、あの、中国人の人が職員やってて、それでいろんな個人情報が抜けちゃったって話なんだけど、ありましたね。新聞記事見てたら、窃盗で捕まってるんだよね。ああ。窃盗なのか、これ、スパイ防止法だったらね、もっと重罪じゃないのと思うけどね。確かにそうですね。なんかこういうのってやっぱりスパイ防止法がないと、窃盗で捕まえんのかなってそういうふうに思っちゃったよね。そう、パスポートの窓口に外国人がいたんです。ちょっとおかしいよね。だから外務公務員っていうのはね、やってね、外務省の、あの仕事なんかでも、はい、これはあの日本人でやってくださいっていうのはというふうにの縛りがあるんだけどね、はい、このパスポートの窓口業務はそうじゃないって聞いてことだったんだ、
慌てて、外務省の方も今度日本人じゃなきゃダメというふうに手当てしたらしいんだけどね、これも外務省もこんなレベルなのかね。なるほど。ちょっと驚きますけどね。それなんでこう僕たちの意識がないの？もういや、みんな部屋ボケしてんだよ。部屋ボケしてる、それでセキュリティに対する感覚がないんだよ、だから例えば私なんか LINE を使わないって言った時に、なんで使わないんですかって逆に言われるんだけど、なんであんた使うんですかって、逆に聞きたくなっちゃうよこっちだって。なんでこんなの使うんですかと。ちょっと見ちゃうけど、あの心配で使いませんよ私なんか、あれそうすると LINE も Yahoo も決済手段持ってるじゃないですか。やばいよ。いやこれ今回はね、金融機関の漏洩はないというふうに一応発表になってるけれどね、あれはどこまでね、金融機関たくさんね、今度 LINE と Yahoo の下にたくさんぶら下がってるからね、そこの金融機関情報がね、そっちは大丈夫ですって言われたって、本当かいなってまず思っちゃうけどね、そんなに平気でね、親会社の方で抜けるんだからね、子会社なんかそんなセキュリティなんて、もっと普通は、あの子会社の方の危ないですよね。そうですね。ちょっと勘弁してくださいっていうのがあれだけど、まあだからみんなで LINE をやめて、政府がちょっと作ってあげたらいいんじゃないの。政府が作って無償で提供してあげればいいんだよ、ああなるほど、民間じゃなくて、そんなこと難しくないんだけどね、だってもともとね、名目としてはね、政府の方も、あのいろいろこのようなアプリが必要だっていうことで、LINE の最近のね不祥事に鑑みね、ちょっとセキュリティの観点でね、政府が自ら使ってやりますからって言って、それで政府だってあれでしょ、いろんな自治体とか、さっき言ってた保健所とか、それとあとまああのところで使ってるわけでしょ、そこで使ってるアプリを自前で開発して、それをあれだよね、あのオープンで、あのしてね、それで民間でも使ってどうぞっていうだけの話だよ。なんか勝手なイメージですけど、政府が作ると使い勝手が悪いものができそうだなって気がしちゃうんですけどそこはあのさ、あのデジタル庁って民間の人もいるんだからね、だから私が言ってるのはさ、政府が作ったらどこでもないでできちゃうかもしれないけど、日本人の人でちょっとそのね、あのこういう時にね、心意気でね、あの日本人でちゃんとしたのを作りたいって人いたら、そういう人にやってもらったらいいんじゃないの。やっぱりあの基本的にあのネイバーなんか使ったらさ、情報が全部外に抜けるに決まってるよ、だから情報が外に抜けちゃうのはダメだってことですよ。日本の少なくとも日本の中で全部処理できるようにね、しといた方がいいんじゃないですか。さすがにこんだけ LINE の話が年中話が出てくるからさ、でその度にちゃんと手当てしましたって言うんだけど、私なんか LINE の問題指摘したのなんかもう7、8年前だもんね。それからずっと同じじゃない。何回やってもさ、あれじゃあ、いやきちんとやりましたって全然やってないんだけど、だから私絶対 LINE やらないとって言ってんだけどね。もうLINEなんか絶対やらないよいやもうこっから切り替えるのって大変そうだなって思ってやった。でも私同じアプリやったら簡単じゃない、別に業務連絡なんかその時だけで使ってるだけでしょ。そうですね、はい、そうですね。あと何だったら移行ソフトも作ってあげたらいいんだよ。ああ移行ソフトでデータかなんかでピュッて移すやつをね、作ってあげたらいいんだよ。それでやったっていいんだよ別に。普通何でもそうだけど、なんか乗り換えソフトでやるときに移行ソフト作るじゃない、一緒に。それであの政府の方がね、自分のところのやつで必要だからって言って、それを民間開放してあげればいいだけじゃん。でもそうすると LINE ヤフーが、あ、我々がいじめられてるって怒る。どうしようね、この件こんな情報漏洩したら使えないってことだよ。そうですね。だからあの政府の方がね、こんなに情報漏洩したらね、お宅のソフトでね使えませんからって、自分で開発しましたって言ってね、自分で開発したのをね、あのあれじゃない、公開したところで何が悪いって話で。ああ公開すればいいってことだ。なるほど。さすがにこんなに何回も会うと、そういうふうに思わざるを得ませんね、これね。そうですね。どっかにもうあれでね、ネイマーかなんかのやつが染み込んでてね、もうそのセキュリティ感覚全くないっていうのは、あの、もう見え見えになっちゃったんじゃないですか。1月14日日曜日、イベントを行います。詳細はまた追って、連絡いたします。よろしくお願いいたします。